ガーズイアンテップはトルコ共和国南東部の都市、ガズイアンテップ県の県と、2000年の人口は853,513人。かつてはアインタブ、アンテップと呼ばれていた。古くはヒッタイトの都市であった。シリア地方との交易の中継地として栄えたが、ペルシア、ローマ帝国、ビサンティン帝国、アルメニア王国、十字軍、 オスマン帝国など様々な勢力の支配を経験した。第一次世界大戦の後、オスマン帝国の解体に伴って、フランス軍が進駐した。祖国解放戦争中、フランス軍に包囲されていた住民の勇敢な戦いぶりを記念し、トルコ大国民議会は、1921年2月6日付93号法により、選手を意味するガーズの称号が送り、ガーズアンティプとしたが、 2月9日、町は包囲に耐えかね降伏した。その後、1921年10月20日に、調印されたアンカラ協定の第3条に従って、同第8条の定めるラインまで撤退することとなり、12月25日、フランス軍はガーズイアンテプを後にした。1923年のローザンヌ条約によって、正式にトルコに返還された。 2011年9月9日、世界最大のモザイク博物館となる、ゼウグマモザイク博物館が開館。この地域の観光シンボルとなっている。トルコ南部に位置し、ガズイアンテプ県は、シリアと国境を接する。アインタブ高原にあり、海抜838メートルの高地にある。地中海から約110キロメートル内陸に位置する。 周辺には人工庫やダムが建設されている。欠片の気候区分では地中海性気候に区分され、冬に雨が多く見られる。夏は晴れて乾燥し、気温が昼間は非常に高くなる。ピスタチオが有名である。ピスタチオはトルコ語でアンテップ FST で直訳するとアンテップのピーナッツとなる。他にも広大なブドウ畑やオリーブ畑がある。畜産では 羊の飼育が盛んである。綿、アクリル繊維、絨毯、小麦、セモリナ、パスタ、食料品、植物油、プラスチック、洗剤、比較製品などが生産されている。防気イと鉄鉱石、ドロマイト、銀鉱石、銀、クロム、石炭、天然ガス、石油が採掘されている。ガズイアンテプをホームとするサッカークラブがある。ありがとうございます。